サッカーファンの皆さん、こんにちは。あいにくの雨となったサンシーロから注目の一戦をお送りします。実況は私西岡明彦、解説は福西隆さんです。お送りするのはセリエ A の一戦、 AC ミランがボローニャとの戦いに臨みます。これもまた解説しがいのあるカードになりました。どんなプレーを見せてくれるのか楽しみにしています。こちらがミランの先発メンバーです。ゴールキーパーはマイク・メニャン、テオとカラブリアがサイドバックに、そしてトップはジルーです。アベチームの先発です。攻撃的な4-5-1を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。前半開始です。モーロ、フロイラー、カールソン、攻撃はここで止められます。キーパーに戻しました。厳しいプレッシャーを受けています。今日の試合に臨むミランはリーグ最多得点も誇ります。今日はホーム戦ということもあって、リーグトップの得点力を生かし果敢に攻めていくでしょうね。サポーターもそれを期待しています。チャンスです。いきなりゲームが動くかと思いましたが、先制ゴールはなりません。まだエンジンがかかっていないかもしれませんね。ああ、監督も肩を落としていますね。均衡を破れていたかもしれないだけに残念でしょう。ドリブルで相手ゴールに迫ります。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。積極的な攻撃でしたね。ディフェンダーを処理し冷静にゴールを決めました。鮮やかなシュートです。これで監督の表情も一気に明るくなりましたね。してやったりと思っているのかもしれません。さてミランボールのキックオフです。1点も追いつくために反撃開始となるのか。うまく読んでいましたね。
ジルーへ。タックルで相手のチャンスを潰しました。ボールがラインを割ってゴールキックです。相手チームがボールを持ちます。このファールはミランですね。サーレ・マーケルス、セーブした。しかしボールが転がっている。ボールはキーパーの手の中へ。アタッキングサードに入ってきた。危ない位置でしたがタックルでチームを救います。いいロブですね。これは得点のチャンスか。シュートの先にはキーパーが。中に入れた。シュートできるかと思いましたがゴールキックに変わります。ホイッスル、ミランボールです。ミランがボールを失う。カウンターを仕掛けるチャンスです。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。ミランが再びボールをロスト。見事なシェアです。いい感じで攻めていましたが残念。プリシッチ、ファーの選手を狙ってきた。決まった。これは見事なボレーシュート。リプレイを見てみましょう。このクロスの先には味方がいます。フィニッシュはミラサイドを狙ってきました。キーパーはノーチャンスでしたね。これだけ監督が喜ぶのも当然ですよね。素晴らしい同点ゴールでした。ボールを前に運んでいく。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。このパスは通さない。これはサイドを上がれそうです。ゴール前に入れてきました。しかしキーパーの守備範囲内でした。パンチングでクリアします。ミランのフリーキックからのリスタートになります。ルーベン・ロフタスチーク、高い位置でボールを取った。ポストに弾かれた。決まった。ネットを追い出す見事なボレーです。枠に弾かれたボールに反応できるのがすごいですよね。ナイスボールです。さてここで他会場の試合経過をお知らせいたします。ユベントスの試合でゴールが決まったようです。はい、1点目のゴールがユベントスに生まれました。現在スコアは1対0、時間は42分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。高い位置でインターセプトします。このままいけるか。キーパーがセーブ。コースを読んでいたか。
アディショナルタイムに2分加算されましたね。いいところを見ていました。このプレーはホイッスル、ミランにファウルがありました。レフェリーから口頭で注意が与えられています。カードをもらわずに済みましたね。同点に追いつけるか。主審がプレーを止めましたが、これはPK です。監督が怒っているようですが、おそらく今のイエローカードに対する抗議でしょうね。この PK を決めれば同点です。ここは見事に PK を決めています。キーパーは裏のサポート、真ん中から動きませんでした。一方キッカーはシンプルにサイドに蹴っています。まあ読みが外れればこうなりますよね。前半を終え、ミランは同点のままハーフタイムを迎えます。さあ後半です。ここまではどちらも譲らない試合展開でした。アレクシス・サレマーカーズ、ボールを前へと運びます。相手をどう切り崩していくんでしょうか。攻撃はここで止められます。スローインで試合が再開となります。ミラン、前が空いている。フロイラー、福西さん、アーセナルが随分前から狙っていた本命の選手を獲得しましたね。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。さあアタッキングサードまでボールを運びます。ここからどう相手を崩していくのか。プリシッチ、副審が旗を上げました。オフサイドです。主審が流します。アドバンテージを見たようです。前に進んでいます。中央にクロスが上がった。入った。これぞまさにスーパーゴールです。目の覚めるようなシュガースキックでのゴールでした。かなりのテクニックがなきゃいけないシュートですよ。同点の時は厳しかった監督の顔は、今は一転して嬉しそうです。選手たちを信じた甲斐がありましたね。アセニャートボロニャアレクシス・サレマーカーズ、ボールを持ち込んできた。ミランどう出ますか。このシュートで追いつけるか。ミラン同点に追いつくチャンス。を逃してしまいました。これ以上ない決定機でした。
もったいないですね。ミランの選手交代です。残り時間は30分です。いいタックルです。オカフォー、これはカウンターのチャンスです。アレクシス・サーレマーケルス、ディフェンスがうまく対応。ところに出します。これはカードをもらっても仕方ありません。中央へのクロスです。クリアしてピンチをしのぎます。カウンターも狙えます。ボールは相手に渡りました。いいところへ出した。歓声に応えるシュートを打てるか。決まった。ゴール。フィニッシュは完璧なボレーでした。プレーを見ましょう。いいクロスを上げてきましたね。フィニッシュはこのボレーでした。タイミングもミートもバッチリの美しいシュートでしたね。シーンの多い派手な試合となりました。まだまだゴールの予感が止まりません。カールソン、サイドのスペースが広く空いています。中の味方にいいクロスが入ります。前方に運びました。ボールを前に運びます。これはチャンスか。止めた。しかしボールが手についていない。ゴールの上を狙ったヘディングでしたが、ボールはバーを越えていきました。タイミングは良かったんですが、落としきれませんでしたね。データが示す通り、両チームともここまでかなりのチャンスを作り出しています。やはり攻撃的なサッカーは見ていても興奮しますね。これはカードも覚悟のファウルでしょうか。これはナイスパスカット。試合終了まであと10分となりました。カールソン、ファーガソン、味方にパスを出します。スペースに見事なスルーパス。試合終了間際待ち望んでいた勝ち越し点が入りました。非常に見応えのある接戦でしたが、試合を決定づける値千金のゴールです。このシュートはすごい威力でしたね。ボールの芯を捉えています。これは波のキーパーじゃ取れないでしょう。均衡を破れて監督も嬉しそうですね。ここからさらに感情がヒートアップしていくんじゃないでしょうか。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。さて90分の戦いは終盤を迎えました。
ホームチームがビハインドのまま相手を、あ、チャンスですよ。止めました。キーパーが試合を面白くしています。今ので試合が決まりかねませんから、大きなセーブですよ。一旦クリアしましたね。このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。チクエゼ、おっとインターセプトです。これでアディショナルタイムに3分が追加されました。もう時間がありません。ミランとしては何としても追いついておきたい場面です。さあチャンスだ。シュートのコースを読んでいましたね。さあ試合を振り出しに戻すチャンスです。大事に行きたい。ここで試合終了。ゲームを制したのはアウェーチームです。いやいい試合でしたね。終盤までもつれたものの、最後に決めたゴールでチームは勝利を手にしました。一時はどうなることかと思いましたが、こういった試合をものにしたことは今後につながりますね。